柳です。チョコレート真です。米田翔です。道井はじめです。ブラックです。よろしくお願いします。お願いします。何とロゴさんです。いつも僕出てるの。釣られるの。本日の企画は、はい、はい、イヤホンガンガン伝言ゲーム。イエーイ。よくね、YouTube 上であるじゃないですか、うん、あのイヤホンガンガンにしながらこう伝言ゲームをして、はい、まあ、合うのかっていうところ。なるほど。我々のチームワークなりなんなりを確かめていこうかなという企画でございます。オッケー。人数少ないから、そう、有利よ。割と有利なんよね。いかにちゃんと日頃伝え合ってるか。そうそうそう。もうこの順番でいきましょう。だから、翔くんから順々に伝えてって、はい、最後ミッチーまで行ったら、ミッチーが正解を発表する。なるほど。はいはい。翔くん、もう決まり、なんとなく、ここで行こうかなみたいな。はい。だから皆さん、つけたら、はい、スタートで。はい。じゃあ行きまーす。あー、もうダメだ。じゃあ、声つけた。声へん。はい。明日の天気は晴れです。え、ちょっともう一回。明日の天気は晴れです。オッケー。え、明日の天気は晴れです。明日の天気は晴れです。明日の天気は晴れです。もう一回。明日の天気は晴れです。明日は愛してる。明日からは愛してる。明日からは愛してる。はいはい、はい。オッケー、はいはい、とっとで。全然聞こえへんな。ね。全然聞こえへん。さあ、あ、一気に言おうか。一緒に言おうか。うん、で、言ったことと正解だと思うの、はい、一気に。せーの。明日の天気は晴れです。いや、いいこと言ってる。いいこと言ってる。プロポーズ大作戦や。伝えなかったよ、俺。俺は分かった。なんだ。明日の天気は晴れですよ。そうです。はい、ここは伝わってたの。じゃあ、シーさんなんか、あの、声出てないんですよ。いや、そういうこと言ったんじゃない。あ、無言なんですよ。あ、翔くんの方、声出してたよ。出してんだよ、いや、これだけなんですよ。いや、確認しましょう、じゃあ。ほんまにちょっと声を出して声を出せたよ、うん、で大きく見せなあかんとか言った言葉は明日からは愛してる。明日からは確実だと思って。明日からは愛してるを何回も聞きたかったってこと。俺4回ぐらい聞いてたけど。残念。意外と無理やん。いや難しいっすね。もう一つ変えてやりましょう。変えて変えて。シンさんはどこに置く。俺問題やと思う。マジで分からんのはどこに置く。自信ないねん、これ。スタートスタートシンさんにしたいな。そうしよう。シンさんと、ショーコを入れ替えましょう。入れ替えましょう、入れ替えましょう。マジで自信ない。勝ちに行こう、勝ちに。勝ちに行こう、勝ちに行こう。なんか嫌やな。はい、じゃあ皆さん、音つけてください。いきますよ。わかりそうやな。オッケー。最後上。はい。じゃあ行けます。はい、行きます。アンパンマンは君だ。うわ、わかんない。あ、いきますよ。アンパンマンは君だ。もう一回、もう一回。うん。アンパンマンは君だ。アンパンマンは君だ。アンパンマンは君だ。わかる。いくね。アッパッパス無理だ。アッパッパス無理だ。アンパンマンは君だ。アッパッパス無理だ。アンパンマンは君だ。アンパンマンは君だ。アッパッパス無理だ。アンパンマンは君だ。アンパンマンは君だ。アンパンマン閉めました。アンパンマン。アンパンマン閉めました。はいよ。あ、オッケー。シンさんから言っていこう。順番に言っていこう。はい、あ、逆にしていこう。逆にしていこう。逆に答え何か。簡単やで。ミッチーが思う答えを発表してください。アンパンマン閉めました。どういうこと？めっちゃ怖い。どういう意味だ？こういうこと。アンパンマン閉めました。でもこれは犯人僕ですね。あの、伝わってくる。な、難しいな。難しいな。翔くんは？あ、同じです。アンパンマン閉めました。あ、なるほどね。僕が翔くんに伝えたのは、アッパッパス無理だ。無理無理え、ちょっと待って、すごいこと思ってるよ。もう、力ちゃうやん。
ちゃうやん。答えるんじゃないやん。じゃあもう、何のことか、もう一回聞いてるわかる。アンパンマンスムニだしか聞こえない。本当にそう言ってたんだけど。アングルモニーやん。何やねん。しかも正解は、アンパンマンは君だ。あ、えぇ、ー、これ、これ、じゃあ。柳さんいらんかったよ。あ、戻ってる。すげえ。すげえ。すげえ、アンパンマンって言ってる。アンパンマンって言ってるんですよ。アンパンマン。ね、なんでも、アンパンマン来てないよ。俺はアンパンマン、俺はアンパンマンスミだ。赤ちゃんだ。赤ちゃんだ。そっちの方が無理だ。お母さんや。アンパ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 ン。こうされてんのかな。いや、俺とシンさんを端っこにするなと。なるほど。あ、聞き取れたから、俺ショウ君の聞き取れたから。いろいろちょっとじゃあ試してみましょう。だからミッチーと俺を交換しよう。俺がちゃんとしよう。そうや、ミッチーが聞いてる今の。ミッチー聞き取れてるわ。アンパンパスムニでも言ってた。アンパンマン締めましたよ、シンさんと言うかなやってるしね。かなーと思ってやったんですけど、アンパンマン。あ、柳さんでしょ。あ、俺とシンさんも変わるか。あ、お題、俺がお題作るわ。じゃあ俺聞くのはいけつだろうな。伝えるのが下手やね。最強の何しようかな。お題考えるの大変やから、これな。そう、結構大事よ。そうやね。よし、やれていくわ。よっしゃ、よしよし、いきますよ。いきます。かわいいは作れる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 。作れる。作れる。ハワイは揺れる。全然来ない。ハワイは揺れる。ハワイは揺れる。ラスト。ハワイは揺れる。オーケー。オーケー？はい、オーケー。これは言ったよ。これは言った。いや、申し訳ない。これミッチーは俺の顔を見て確信した顔で。一発言ってよかった。多分いけた。いや、俺とシンさん一緒に言うかじゃん。そうね。いや、これ俺は失敗。言いましょうか。いいよ。せーの。かわいいは作れる。いや、全然違う。なんて言った？かわいいは作れるが正解です。アワビは売れる。あ、でもなんか近いな。インフォンデルみたいになってんだから、母音は一緒やな。アワビは売れる。アワビは売れるって。え、翔くんちなみに何て言った？大きいになる。ハワイは揺れる。あ、むずー。そうか。最初ハワイは多分、あ、当てるわ。なんで揺れる？なんで揺れるんやろ。あ、ハワイ確信を持ってて。ハワイは最初に。ハワイ。俺もハワイ最初に、最後の。ハワイって言ってんやろ。一回目ハワイって言われたけど、ハワイが、もう一回聞いてたら、売れるってきたから、ハワイが売れるじゃないな。アワビが売れるやつ。口の動きで可愛いわは伝わってると思った。あ、なるほどな。で、作れるが分かってなかったから、そこ言った。そこだけ何かも聞いて。あら。ミッチー、お題にしようか。答えてないから。でも多分、シンさんが聞いてないんで、シンさんが聞きたい。いや、ハワイ。ミッチーなんか今度も決めてもらって。何でも大丈夫。この間に一回普通に、あいうえをちょうだい。あさ、この方。どういうことだよ。この方は、あいうえどういう言い方なのか知ってきたよ。あいうえを。ああ。あいうえを。この方ね。あい、他何なんだよ。あいうえを。愛してる。愛してる。言われたよ。アンパンマン。アンパンマン。アッパッパ。そんな変俺。アッパッパ。アッパッパスムニだ。一緒やった。いけそうですよ、いけます。あ、早い、すごい。じゃあ本気でいこう。じゃあ、そうや、最後、最後、これ最後ですからね。決めましょう。はい。というわけで、いきましょう。いきます。はい。朝はパン。朝はパン。朝はパン。はい、もう一個。朝はパン。いくで。明日はパン。明日はパン。明日はパン。ラスト。
明日はパン。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 ラストラスト。明日はパン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 。オッケー。はい。伝えたくて。伝えたくて。なんかじゃあ。全員で一斉に言いましょうか、はい、最後は、はい、自分が聞こえたもの、はい、言ったもの、はい、いきますよ、はい、せーの、明日はパン。だってあれ明日はパンって聞こえました。おー、朝いけた、はい、いけた。明日はパン。明日はパン。朝はパン。いやねこれ、くそー。うわー、くそー、一文字。難しいね。いやー、難しかったわ。ちょっとまたやってみましょう、はい、というわけで、イヤホンガンガン伝言ゲームでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイビー。